だいぶ目の腫れが引いてきた青ひげです。今日も最初に暗号通貨ニュースを読んで、その後にチャート分析、ビットコイン、リップル、ジム、IOST、柴犬、最後にパレットトークンの6通貨を見ていきたいと思います。仮想通貨ニュースは、国内取引所の GMO コインがジムの付与予定日を発表したっていう記事ですね。で、この付与予定日が10月20日水曜日ですね。で、今年3月のスナップショット基準のネム保有数に応じて1対1の比率でジムが配布されるとのことです。で、その同日にジムの取り扱いも開始する予定とのこと、上場のことですね。で、対象サービスは取引所と貸し暗号資産の2つとのこと。これで GMO コインを合わせると、財布、サクラエクスチェンジ、ビットバンクの4つの取引所がシンボルの取り扱いをしたことになります。コインチェックも先日付与予定時期を公表していますね。2022年3月までに配布するとのことですね。コインチェックは、はい、仮想通貨ニュースはそんな感じですね。それではチャート分析の方をしていきたいと思います。はい、ビットコインから見ていきたいと思います。ビットコイン週足、5万8705ドルで上髭で落とされた状態。日足見るとレリサボラインで拮抗。日足高値が5万7833ドル。下落の許容範囲はこの高値5万3000ドルまでは落ちても問題はないというか、全然あり得ると考えてます。気になるのが、昨日初めてコマ足つけたので、私的には一旦の調整局面として捉えています。日足だと9月30日からの連続上昇のスラストアップが起きたので、この昨日のコマ足は当然というか予想の範疇で見ています。少し外れたのが6万ドルまで行くかと思ったんですが、早めに調整が起きたことぐらいですね。今日の日足の今コマ足陰線が陽線に変われば、比較的早めに調整終わって上げていきそうなパターンにもなりそうですけどね。このまま陰線コマ足のままで引けたら5万3000ドルまでは下げていく判断でいます。4時間足でもこれだけ下がらせまいとする長い下髭つけてるので、ビットコインは変わらずまだ上昇目線でいますね。次、リップル。リップル1時間足。リップルも方向性は上なんですが、FX 短期してる人も多いので、短期で見ていきます。私は、1.07 でロング差し値したままで、ロスカットは 0.98 にしてます。リップルは V 字回復と見せかけての騙しで再び安値、均衡まで戻ってくるパターンが非常に多いんですよね。で、ここのマーカーのように急騰してからのさらに下を深掘るっていうパターンですね。だから一番やっちゃいけないのは、最初決めた差し値から引き伸ばして後を追い返しすると、リップル FX は負けやすいと思いますね。このまま上がると予想してロング後追いしたい気持ちはわかるんですが、そこは気をつけた方がいいですね。リップルは上がるときは煮詰まりをしっかり作ってからの再上昇、ここみたいにサポートを明確にしてからしっかり上昇していく傾向があると思います。4時間足ちょうどセンターラインにぶつかって落とされてますね。もう一回 1.09 割れて 1.07 下髭つけてきそうですけどね。日足上値を抑えられてるので、ただリップルの方向性はまだ上目線でいます。単純に言うと、スエル1から2週間前までは安値割れなければ FX ロングは有効の方向で見てます。次、ジム。ジム日足、昨日下髭で前日の安値更新、
今日の足はレリサボで止まってる状態。パターンで考えると昨日言った動画の通りなんですが、トレンドライン割れて今度はレジスタンスになりうるので、上昇する際の上値は重くなってきていると考えてます。おそらくここで小回し作って上昇下落、どちらが優位かの足を出してくると思いますね。4時間足3ゾーン作るパターンもあるので、そしたらこのサポートライン 0.24 を勢いよく割れてくる可能性も強くなりうるので警戒しておくといいと思います。ただ基本的に現物ならもう高値で買ってしまったんなら、難品で安くなった時に平均習得単価下げる方法が有効かなと思います。 FX ではないのでなくなることは、まだレンジなので、明日が今日の足で小回し陰線出してきたら、まあ、警戒というか注目しておくといいと思います。個人的には日足で安値更新、トップが長い上髭、三尊の頭になりうる上髭つけているので、 0.24 あたりまでは下げていきそうに見えますね。次 IOST、ほとんど昨日と同じ分析なんですが、日足このサポート 0.05 で買っていいと思ってます。ツイッターでも何度もツイートしてますけど、週足サポートなんかも意識されてて硬いので、買うなら 0.05 が 5.5 円付近ですね、がいい買い物できると考えてます。まあ煮詰まりを作ってるフェーズとして私は捉えてます。詳しい分析、知りたい方は昨日の動画 IOST 見てみてください。次柴犬、柴犬冷やし、上髭が長く、これまでで一番実体が小さい小回し。あまりこの言葉を言うとアンチの方が湧いてくるのであまり言いたくないんですが、そろそろ大きくどちらかに動きそうですね。アセンディングトライアングルなので、単純に考えると上抜けで見る人が多いと思うんですが、私も連日安値更新しているので今の相場で見ると上目線でいます。警戒すべきシグナルは前日の安値割れ、これが起きたら下落方向の目線で私はいます。トライアングルの先16日あたりにははっきりしそうですね。4時間足、形も全然悪くないんですよね。煮詰まりつつあることと、あとここまでの上昇過程で考えると、今話したシグナルを意識していけばまだ保有していていいと思います。その方が間違いが少ないトレードができると思いますね。最後パレットトークン、パレット、昨日話したレジサポ高値下髭に変えれず割れちゃいましたね。もう30円28円付近までの下落目線に切り替えた方がいいと思います。間違っても今手を出す相場ではないです。1時間足、昨日思い切り買い足ですが大陰線で落としてきて、下落のリズムができているように見えます。はい、今日ちょっとチャート分析の方が雑になってしまっていたら申し訳ありません。また明日、時間あったら、動画の方出したいと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。青木でした。今回私がチャート分析したほとんどの暗号通貨はバイナンスで取引することができます。バイナンスは多くの暗号通貨のエアドロップにも対応しており、信頼できる取引所です。動画説明欄のリンク経由からの解説で取引手数料、永年 10% キックバックされます。国内取引所のビットポイントでは国内唯一トロンとエーダの取引をすることができます。2023年6月10日までスナップショットを行う予定であり、100枚以上のトロンを保有することで NFT トークンが毎月付与されます。レンジブレイクを狙って大きな利益を狙いたい方は
バイビットかディープコイン取引所がおすすめです。ディープコイン取引所ではディープコインの取引をすることができます。この2つの取引所は追い証がないので、トレード資金以上の損失を出すことはありません。世界初のクワントスワップ機能、プロトレーダーに FX 取引を任せるワンタッチコピートレード機能があるビットゲット取引所もおすすめです。動画説明欄のリンクからの解説で、ボーナス5ドル付与、手数料 10% オフ、初回入金 5% 還元、最大50ドル還元が受けられます。オーバービット取引所では毎日ログインボーナスでビットコインかティアポイントが付与されます。1000ポイントのティアポイントでテザーかビットコインがもらえます。動画説明欄にリンクが貼ってあるので、気になる方は登録してみてください。 Twitter と公式 LINE の方でもリアルタイムでチャートのことをつぶやいたりしているので、フォローお願いします。